19世紀後半、日本でも欧米の工業、そして文化が庶民にも定着していった時代。へえ、君の家、俺が来てからあっという間にチェンジしたね。変わらねば対等に扱っていただけませんからね。へい、日本、これは一体何だい？ああ、私の家の古くてもう使わない家財道具ですよ。誰か使ってくれる方にお譲りしようかと。